チャンピオンビッキーステップコートにはタイガーマスクが挑戦。さあ入場してまいります。タイガーマスクが世界のベルトを狙います。しかし残念ながら完璧なコンディションと言えません。左のあばら骨、それから左の膝靭帯を故障しています。手折れの虎という状態ではありますけれども、なんとか頑張ってほしいタイガーマスク。全身全霊を込めて世界に挑みますタイガーマスクでございます。さあタイガーマスクが世界に飛ぶ。4次元殺法で世界制圧だ。チャレンジャータイガーマスク堂々の入場。さあ今度は NWA 世界ヘビー級チャンピオンリッキー・スティンボートの登場。母の国日本戦大戦ドラゴンが世界のベルトをアメリカで待っています。初防衛戦リッキー・スティンボート登場。いい笑顔、余裕の笑顔を見せております世界チャンピオンリッキー・スティンボートに、日本テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な花束が、チャレンジャーのタイガーマスクにも豪華な花束が贈られました。リング上ではタイトルマッチ宣言です。興奮の日本武道館。この試合は NWA が認定する世界ヘビー級選手権試合であることを宣言する1989年3月4日、ナショナルレスリングアライアンス会長ジャック・ペトリック。チャンピオンベルトの返還でございます。世界チャンピオンのリッキー・スティンボート、これがジョー・樋口の手に渡りまして、今本部席に黄金のチャンピオンベルトが渡されました。連綿と続いております NWA の歴史、この歴史の重さをひしひしと感じているのが世界チャンピオンリッキー・スティンボートです。さあ60分の一本勝負、もうファイティングポーズを取りました世界チャンピオンリッキー・スティンボート。 NWA 世界ヘビー級に初挑戦、完全連勝を誓っています。チャレンジャータイガーマスク。ラフォラヘビー世界ヘビー級選手権者母国日本で初防衛戦、黒豹世界チャンピオンリッキー・スティンボート。勝負タイム60分の一本勝負で行われます。さあ第71代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリッキー・スティンボートか、それともこのリッキー・スティンボートのベルトがタイガーマスクに移動するか、ファン期待の世界タイトルマッチ。NWA の世界タイトルマッチ、日本のマットでは本当に久々、超満員日本武道館、観衆15,000人。解説ジャイアント馬場さん、竹内康介さん、がっちりと両選手握手を交わした。両コーナーに分かれたグリーンのトランクス、世界チャンピオンリッキー・スティンボート、タイガーマスク赤いマスクだ。今世紀のゴングが鳴りました。さあまずヘッドロック、ロープに飛ばした体当たり、うまい先制攻撃、先制のボール、タイガーマスクカウントダウン、ドロップキック、いいぞ、いい攻撃、いい攻撃、チャレンジャーのっけから押しています。さあ受けに回りました世界チャンピオン、足を取ったら首固め、どうだ、まだまだ早いか、どうだ、カウント2まで入りました。連続ピンフォールの体勢、もう1回抱えてボディースラム、さらに3度目のピンフォールの体勢、早い勝負に出ましたチャレンジャーのタイガーマスク。今度はサイドのヘッドロックに取ったが、やっと落ち着いたが、初防衛のリッキー・スティンボート、グランドの展開、ヘッドシザースで切り返す、世界チャンピオンリッキー・スティンボート、早い攻撃だ、早い攻撃だ、またヘッドシザースの応酬、立ったぞ、今度は立体殺法か、ヘッドシザースでまた寝かせました。グランドの展開、激しい勝負です。さあ馬場さん、チャレンジャーのタイガーマスク選手ですけれども、この動きを見た限りどうです？いや、まだ何とも言えないですね、まだ何とも言えない、動きは確かにいいですけどね、力強さがないんですよね、ガッと転ばして押さえつけるというところはね、押さえつけてもすぐ跳ね返されますでしょ、はい、そうですね、だからまだお互いにその力がありますからね、うん、どっかを弱めてからでないとね、はい、しかし竹内さん、立て続きにピンフォールの体勢に3回行きましたね、最初から行きましたね、やっぱりタイガーはですね、やっぱり脇腹とですね、はい、膝にやっぱり爆弾を抱えてますからね、今日は早い勝負を狙ってるんでしょうね、そうかもしれませんね、試合の前に大勢の記者団に囲まれておりました。しかしタイガーマスク、弱音は入っておりません、今日はもう精一杯の勝負を見せると言っております。これがタイガーマスク、
両者の比較、肉体の比較なんですけれども、体重は同じ、身長タイガーマスク5センチ大きい、しかし肉体的にはもう本当に同じと見ていいでしょう。馬場さん、タイガーマスクにとって肉体のハンデはないですね。ないですね、はい、スピード、連打、スタミナ、それから受けの強さ、この四次元殺法を大いに武器にして、とうとう栄光の座を取ったのが世界チャンピオンのリッキー・スティンボートでございます。馬場さん、鷹の戦、中野戦を見まして、初遠征のリッキー・スティンボートのコンディションどう見ましたか。まあね、はい、それとね、やっぱり鷹のこのタイガーもそうですけども、年齢的にね、やっぱりスティンボートがそう警戒する年じゃないと思うんですよね。はい、だから体力的にはみんなスティンボートよりも大きいんですけども、そのキャリアとかね、そういうものでやっぱりスティンボートに余裕があったと思うんですね。あ、なるほどね。がっちりとサイドのヘッドロックが入っています。今両選手離れた、このジャンプ力、リッキー・スティンボート、フライングボディアタック、4度目のピーフォール、カウントツッ、カウントツッ、さあキャンバスを叩いた世界チャンピオンのリッキー、まだ一度もリッキーの方はピーフォールの体勢に行っておりません。首に足をかけました、ヘッドシザースでやります、グランドで寝かせました、グランドで寝かせました。世界チャンピオンのリッキー・スティンボート、竹内さん、世界チャンピオンになったリッキー・スティンボートは4年ぶりの来日ですが、4年前と比べてやはり成長度は当然ありますよ ね、 やっぱり試合によって、ね、決めの細かさが出てきましたね。彼は割とですね、その軽いタッチでですね、スピードとやっぱりそのアクロバットのファイトが得意だったんですけどもね、やっぱり今日あたり見てもグランドでじっくりこれ攻めようという姿勢を見せてますからね。はいはい、まあ、それはね、やっぱりね、前は攻めるレスリングしてましたよね。そうでしたね。やっぱり今はやっぱ守らなきゃいけませんからね、はい、どうやってもね。そうですね、世界チャンピオンというのは NWA の指名があればもう世界中どこへ行ってもこのベルトを守るために出なきゃいけないわけですね。竹内さん、そういうことですね。しかしどうですか竹内さん、この世界チャンピオンのリッキー・スティンボートの誕生の瞬間を聞いたときに、リッキーが世界チャンピオンかというふうに私たちはあっとしたんですかね、驚いたんですかね。ちょうどですね、やっぱり 5,6 年前は一時ですね、次期世界チャンピオン候補として相当やっぱり有力視された時代があったんですけどもね、その後ちょっとプツリ切れただけにですね、はい、やっぱりこのリッキーが取ったというのはやっぱり意外なニュースでしたね。本当ですね、そうですね。さあ、そろそろカンフー殺法に出ていきました。防衛の旅、初めての旅がこの母の国日本のマット上であります。さあ、すごい勢いでチョップを打ってまいります。チャレンジャー、タイガーマスク、もう一回飛んだ、おーっと、ジャンピングキック、相手の胸を捉えた、これはうまくヒットした。さあ、押せ押せでいくか、タイガーマスク、ヒューボールの数では圧倒的に多いチャレンジャーのタイガーマスク、今度はグランドであります。おっと、微妙に腕が絡んでおります。ヘッドを取って離しません、チャレンジャーのタイガーマスク、執念がありありと伺えます、タイガーマスクであります。いいですね、ここまでの流れね、竹内さん、悪くないですね。ただやっぱりこのヘッドの攻撃をですね、なんとかやっぱりその自分の勝利の方に導いていってほしいんですね。そうですか、なるほど。さあ、まだヘッドロックをしっかりと取っております、そのタイガーマスク、この NWA の世界ヘビー級には初めての挑戦であります。世界ヘビー級チャンピオン、あの AWA のチャンピオン、カート・ヘニングには挑戦したことがありましたね。ありましたね、勝負に勝ったんですよね。勝ちましたね、勝負には勝ったんですが、タイトルはかかってなかったんですけどもね、ベルトの移動はなかったですね。さあ、トラ戦士、タイガーマスク、押せ押せムードの中で試合の流れを掴んでおります。タイガーマスク、グランドでの展開、まだヘッドを取って離しません、いい体勢だ、起き上がったぞ、この後リッキー・スティンボートがどう出てくるか。さあ、冷静な判断力が必要であります。タイガーマスク、チャレンジャー、うまく立体殺法、セカンドロープ、トップロープ利用した、うまい、また組み立て、いい組み立てを見せます。ヘッドシザースを、ヘッドロックを取って離しません。この頭を攻撃しているというのは序盤戦、馬場さん、これいいことですか。悪くないですよ、ですからね、はい、こうやったらもうこの体勢から離れないことですよね。あ、なるほど、もうしっかりと密着プレーであります。さあ、タイガーマスク、もっともっと四次元殺法でどんどん手と足を出してくるかと思ったんですが、非常に地味にねちこくねちこく、竹内さん攻めてますね。ドロさんね、昔ね、馬場さんがルーティーズと戦った時に、はい、やっぱりそのヘッドロック一本でですね、ピンホールを取ったことがあったんですよね。おお、そうですか。そういう一つの実績があるのでね、やっぱりヘッドロックでもピンホールは取れるんですよね。なるほど、そうですか。そうですね、リッキー・スティンボットの表情を見てみましたも、このしっかりと頭を取られているので、全く自由が効かないという感じですね。さあ、両選手スタンディングポジションを取りました。今度はどういうレスリングを見せますか。飛ぶか、バッとキック、うまいキックだ、また逆水平、思い切った戦法に出ております。チャレンジャーのタイガーマスク、このままでいきますと第72代世界チャンピオン誕生の可能性も十分にあります。また首を捉えた、首投げ、そしてスリーパーホールドに入ります。タイガーマスク、いい攻撃であります。考え抜いた末のこの作戦ですかね。馬場さん、どう思いますか。チャレンジャー、考え抜いたというほどではないと思うんですね。首を締めるということは終始一貫していけばいいわけですからね、はい、さっきのヘッドロックが続いてですね、さあ、ちょっと序盤戦打たれております世界チャンピオンのリッキー・スティンボートであります。
アメリカでは全米一のセクシーなレスラーと言われております、このリッキー・スティンボート、世界チャンピオンのリッキー・スティンボート、序盤戦翻弄しておりますタイガーマスク、いい動き、それから密着プレー、これが構想している、またヘッドを取っています、揺さぶります。さあグイ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 、上半身を攻めている、頭を攻めている、さあリズムをつけてタイガーマスク、何でいくか、さあリッキーのしかし右手が相手の胴に回っているぞ、左手はフリーになった、まだタイガーが攻めている、馬場さんこの攻めどうですと、この大きなモーション、次の流れは何でしょうか、今動きが止まってしまいました、ちょっと微妙な動きでありますが、おっとドロップキックだった、ショートレンジからのドロップキック、熱い胸板をついたチャンス、体が黒字になっている、抑えた、どうだ、ダメです、まだチャンスがある、続くチャレンジャーのタイガーマスク、チャンスが続く、さあ緑のトランクスが完全に止まります、カンフーサッポートップロープに手をやっている、これは反則だ、またカンフーサッポー逆水平で打つ、さあタイガーマスクの右手もトップロープに、ついています、今度は逆のエルボーで押し戻した、お今度は両手、すごいカンフーサッポーです、あれがありましたね、高橋さんありましたね、やっぱりこの辺りで流れを変えられるとちょっとタイガー痛いですね、はい、そうですね、このリッキー・スティンボートは少年時代からマーシャルアーツ、それから空手、そしてボディービル、ウェイトリフティング、いろんな格闘技を経験しています、さあ今度は手刀を落として、あ、いいですか、いや手刀ですね、手刀を落としてまいりました、一気に片足を取ってのエビ固め、ここでタイガーマスクの動きが完全に止められてしまいました、さあ第71代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、日本のお母さんがいます、今アメリカに住んでいます、さあ諸国日本での初防衛戦、またタイガーマスクが動き出したぞ、逆水平打ち勝った、さあグラウンドに寝かせました、今度襟元を狙います、さあひるんだ世界チャンピオンのリッキー・スティンボート、下から潜り込んだ、なんだ持ち上げた、おっとマータドロップですね、マータドロップ、そして今度はフィストドロップ、うまく今度は技を展開していきます、リッキー・スティンボートであります、あの攻められてはいるんですけども、俺のリズムじゃないなと思ったらパッとこう切り替えますね、そのあたりうまいですね、タイガーが一見その主導権を取っているように見えたんですけどね、はい、やっぱりポイントはリッキーが抑えてますね、あそうですね、もう一回首を持ちました、さあそろそろ世界チャンピオンリッキー・スティンボートの猛反撃が見られそうであります、竹内さんちょっとリッキー・スティンボートの素顔をご紹介していただきたいんですけども、非常にこの家族思いといいますか、家族思いの世界チャンピオンだそうですね、これはですね、もちろんその奥さんも大事にしてますしね、はい、家族というかファミリーを非常にやっぱり大事にしてるんですね、やっぱり典型的な日本人の血を持ったらですね、はい、やっぱりそのレスラーって気がしますね、世界のベルトを取った時にはリング上に子供さんを抱き上げたというようなことも伝わってますね、ファミリーをリングに上げましてね、非常にやっぱりその家族揃ってのこの勝利を喜んでましたね、なるほど、さあ今度は反対に世界チャンピオンのリッキー・スティンボートが、さあ空手のサッポーであります、今度は反対にタイガーマスクのマスク越しでありますが、ここをガンガン狙ってまいります、さあ前を詰めました、逆水平だ、ちょっと打たれたタイガーマスク、危険信号か、ここは馬場さん頑張りどころですね、チャレンジャー、スティンボートにそんな迫力ありませんからね、タイガーはここでもガンガン攻めなきゃいけないですね、なるほど、さあ第72代の世界チャンピオン誕生を見たい、この前の日本武道館ショルダースルー、また自分の位置を取ったリズムだ、タイガーマスクのリズム、スピンキック、頭の脳天を捉えました、そのままカバーどうだ、もう数々追い込んでいく世界チャンピオン、追い込んでいきますが、しかしここが世界チャンピオンのうまさでもあります、相手に武井さんやらせるだけやらせる戦法というのもありますからね、ありますね、このスピンキックは良かったですね、はい、今のキックは良かったですね、脇腹のあたりをえぐりました、タイガーマスクであります、もう相手にやらせるだけやらせて、敵の攻撃を受けるだけ受けて最後に勝ってしまう、冷静な余裕を持って世界チャンピオン、今まで高野戦中野戦の勝負がそうでした、さあ3本のロープが大きく揺れる立体殺法、4次元殺法か、うまく右手で世界チャンピオンリッキー・スティンボート、エプロンまで飛ばせましたが、しかし今度はドロップキックで、あっと場外だ、一旦はリングの中に入りましたが、さあタイガーマスクの見せ所だ、さあ完全燃焼、これ見る、すごい勢い、スライディングキックが当たった、フェンスまで飛ばしました、さあもう一回4次元殺法を見せるか、空中を飛ぶか、チャレンジャーのタイガーマスク、ここは一気に勝負か、しかし場外で竹内さん勝負やってもらいたくないですね、場外はやめてほしいですね、場外リングアウトでも NWA 世界のベルトは移動しないぞ、これは頭の中にきっちりと掴み込んで勝負を挑んでほしいタイガーマスク、場外でのパイロドライマー、相手は弱っている、リッキー・スティンボートの表情、早くリングに戻ることですね、タイガーマスク先に入るか、入って、相手を引き込んでほしい、そして息の根を止めろ、第72代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン誕生のシーンを見たいと思いますが、おっと、また1回か、リッキー・スティンボート1回か、
あチョップ合戦マタリン、あーっとエプロンに叩きつけた。また今度はリックスティンボートがリングの中にチャレンジャーのタイガーマスクを引っ込んでくる。そしてトップロープに足をかけているぞ。待っている待っている手刀だ。すごい勢いです。トップロープからの手刀、そして地獄突き、また技をつないでまいりました。レッキースティンボート、もうアメリカのマット界をもうのし歩いているだけに、こういう試合になってもいずれの試合になっても最後冷静にきますね。自分のペースは上がらないですね。バックドロップはタイガーマスクであります。ババさん、しかしタイガーマスクもまだまだ勝つチャンス十分ありますよね。まだありますね。やっぱり畳みかけていかなきゃいけないですね。畳みかけが大事。技を積み重ねていくタイガーマスク、トップロープに上がったフライングボディープレス、この空中力世界一。どうだ、お客さん欲しいですね。完全に追い込んでいるぞ。いよいよ立体殺法タイガーマスク、チャレンジャータイガーマスク、本当に素晴らしい試合。ジャーマンか、ジャーマンか、ジャーマン、ジャーマンスープレックス、ファイト、惜しい。大型攻撃2連発、タイガーマスクをしている、タイガーマスクをしている。さあしかしリッキー・スティンボート表を向かせた。ロープに放り投げるか、またまたタイガーマスクの攻撃、逆のエルボーをついた、喉をえぐった。さあ、あっとまたカンフー殺法だ。ダブルチョップ気味に打っていきました。カンフー殺法連続攻撃、リッキー・スティンボート、これで技を立て直すんです。間を取りました。この間を与えてはいけない。師匠のジャイアントババさん、放送席から飛び続ける攻撃を連呼しています。タイガーマスク動きを止められた。ロープを背にしています。さあリッキー・スティンボートの、これは待てでしょう。リッキー・スティンボート腕を取った。おっと今度は反対にタイガーが攻め込んだ。トップラップから上がったフライングボディアタック。さあうまく返した返した返した、ニューチャンピオン誕生か。カウント2までしか入りません。うまい返し技、大きな山が訪れた。また手形のチョップ、そしてものすごい勢い、ハグのチョップ、ハグのチョップ、頭を狙っている。さあ間に挟んだぞ。さあさあ脳天空打ちか、脳天空打ちだ、脳天空打ち。しかしうまく体を浴びせたタイガーマスク、あしかしまた反対にレッキー・スティンボート回転エビで捉えた。肩がついた、カウントスリーが入った。ゴエレッキー・スティンボート、ゴエ。日本のファンにとっては本当に残念な一戦でした。発狂の防衛、レッキー・スティンボート、母の国、日本で初防衛。馬場さん、スリリングな試合でしたね。でしたけどね、最後にね、タイガーの足、膝がちょっと外れたんじゃないかと思うんですね。彼の膝すぐ外れるんですよね。もう攻めあぐねちゃったですね。今、もう足を、膝をなんかやってますけども。馬場さん、本当にこの膝が苦しいチャレンジャーのタイガーマスクですけれども、試合の前に伺ってみたんですが、師匠の馬場さんと相談して、手術でもしてみようかなっていう話もしてましたが、どうでしょうね今後ね、タイガーマスク選手。そうですね、まあ、それは本人によく相談してですね、はい、やんなきゃいけないですね、はい、なるほどね。しかし立派に戦いましたね、竹内さん。よく頑張りました ね。勝ったのは世界チャンピオンリッキー・スティンボート。やはり NWA というのは本当に歴史のあるベルトでやります。このベルトの重さをひしひしと感じておりましたリッキー・スティンボート、最後は本当に冷静に冷静に判断してうまく相手を丸めました。リッキー・スティンボート、最後は回転エビ固め、13分47秒の勝負。 NWA 世界ヘビー級選手権にふさわしい日本テレビからの大きな勝利のトロフィーが、防衛に成功した世界チャンピオンリッキー・スティンボートに今受け渡されたところであります。ベルトを守りましたリッキー・スティンボート、次回の竹内さん来日の時にはこのベルトをもう一度巻いて来日で来てほしいですね。ぜひそれに期待したいですね。そうですね、そうですね。レッキー・スティンボート、タイガーマスクの猛攻を受けながらも冷静沈着な試合運び、最後はベルトを守り通しました。世界チャンピオン第71代リッキー・スティンボートの世界のベルトは日本武道館で動きません。タイガーマスクを13分47秒回転エビ固めで仕留めました。